せしました。どちらでも、はい、お願いします。本日のゲストはジェフ加入3年目の福光隆樹選手と今シーズン加入してくださった日高勝選手です。よろしくお願いします。お願いします。本当に全てのカテゴリー網羅してますね、福光選手。そうですね、なかなか下からこう上からの選手っていうのはまあいるかもしれないですけど、下のカテゴリーから一つずつこうステップアップしていくっていうのはなかなか、まあ、今は最近は結構増えてきてると思うんですけど、まあ、全カテゴリーでゴール取れたっていうのはそれすごいですね。まあ、自分の中でもまあ一つ大きいというか、まあ、セレッソ時代に ACL も経験させてもらって。そうか、はい、ACL でも1点取ったんで、3年前は工場で働きながら実家でテレビを見てた自分がまさか取れるとは思ってもなかったので、うん、工場でどんな作業なさってたんですか？僕はカメラの一眼レフの部品を組み立てる仕事をしてました。ライン作業でやってました。1日8時間ぐらい立ちっぱなしで。午前中だけではなくって、僕はフルタイムで働いてます。フルタイムで、はい、朝8時から5時までやって。練習は？その後ですね、7時から9時までやって、へえ、で夜もうご飯食べて寝て、また8時なん でその当時は残業ができないんで、自分たち練習があるので、うん、そうですよね、はい、残業の代わりに早出といって2時間早く職場に行って、6時ぐらいから、ですね、6時ぐらいからそのカメラの部品作ってっていうのをやってましたね。この仕事を1日やらないと大好きなサッカーができないから仕事を頑張るっていう、なんかその時はそのマインドは結構苦しかったですね。その2019、20、21とも1年ごとに移籍なさってますけど、はい、どこ行ってもすぐにパッと溶け込めるイメージですけど。そうですね、まあ、水戸時代なんてもう半年、うんうん、夏に移籍しての半年だったんですけど、はい、まあ、よく言われてたのはもともといた選手かのようなとは言われてました。半年なのに、はい、最初のセレッソぐらいですかね、緊張したのはやっぱり。あー、J1 ですもんね。ちょっと緊張というか、半年ぐらいちょっと自分を出せなかったですね。福光さんが、はい、そんなこともあったんですね。緊張しちゃい、どんな感じですか？喋れないとか、喋んないとか、はい、そんな感じですね。日高さん笑っちゃうぐらい想像できないです。想像できないですね。マサルのあのジェフに来た時ぐらいなんか相当っすよ、それ。相当キョロキョロしながら、この時にこういろいろ声かけてくれた選手とか、うん、やっぱいて自分もこうスッて入れていけたので、まあ、ここからそういうなんか自分の立ち振る舞いというか、うん、そういうのも、だからこの水戸とアビスパ、ジェフもそうですけど、うんうん、すんなり入れたのかなっていうのはありますね。なるほどね、はい。今年こそは J1 昇格だ、ジェフ頑張れ。日高さんの経歴はこちらになります。日高さんは流通経済大学、はい、出てから本大FC、同じですね、ベルスパ大分と JFL に入って、はい、こう見ると同じようにこう一つ一つ日高さんも積み上げていらっしゃる感じですね。ご自分で振り返っていかがですか？もっと上にもっと上にっていう、チームよりも自分の成績優先してきた、うん、自分がいたんですけど、やっぱここまで来てチームのためにっていうのがすごい芽生えてきて、まあ、こうやって戦ってきて、まあ、僕もちょっとは成長できてるのかなっていうふうには思います。
あの一番最初のホンダ FC に入られた経緯というのは、ちょっと僕はなんていうんですかね、自信がなくて、プロでやっていける自信がなかったんで、うん、ホンダ FC さんと戦った時にもう力の差を見せつけられて、まずはここでここに行けるなら、うん、ここで成長したいなっていう気持ちでここに入りました。ホンダ FC もあれですよね、仕事しながらだから。そうです。どういった田中さん、さっきの高木くんの話と比べると、まあ、あの天国です。天国です。天国ですか。はい、俺もだって行きたかったっすもん。あ、ぐらい天国の場所です。やっぱシングルでもやっぱ当時ね。まあそうっすね。やっぱ僕はやっぱ成り立てだったのね。はいはいはい。もうがっつり働いてましたけど。うんうん。本田はそのね、そうっすね。そういう企業チームとかの中ではすごい恵まれてる方だと思うんですけど。うん、まあ、8時から12時まで働いて、社食食べて2時半から練習してっていう、高木くんフルタイムプロみたいな感じですよね。そうですね、社食まで寝るんですよ。社食か。そうですね。そんなもん、あ、天引きっすよ、給料天引き。天引きされる。俺弁当作ってましたからね。すごい。そこも差があるな。はい、朝、そうですね、朝確かに2時間早く行かなきゃいけないのに、はい、レンチンしても詰めてなかなかないですよ。ないですね。相当恵まれてます。どういったお仕事だったんですか、仕事内容は。まあホンダなんで、その車のエンジンのトランスミッション製造部だったんで、ギアの硬さが正常なのかどうかを、こんな大きいギアからこのちっちゃく自分で切ってって磨いて、あの高度測定するっていう。結構細かそうですね、手でも。そうですね、まあでも自分そういうなんか工作みたいな結構好きだったんで、全然あの仕事中は苦じゃなかったですね。でそこから東北ですか、今度は。そうですね、まあ、この年で移籍しようっていうのを決めてて、まあ、この年でなかったらもう本田 FC でずっとやろうって決めてたんですけど。そうなんですね。カテゴリー下がっちゃうけど。そうか、そうですよね、うん、下がっちゃうのか。行こうと思って、いや俺ならやれるっていう自信がここでついたんで、はい、行けたかなと。すごいいい経験させてもらって、昇格、毎年のように昇格経験したので、まあ人間的にもサッカー選手としても成長できたかなと思います。皆さんにゆかりのある人にインタビューをする。誰だろう、全く想像つかないよね、これ。高木、半年ぶりだね。久しぶり、元気かな。私は、大分県にあります九州総合スポーツカレッジという専門学校で監督をしてます。金本圭太と言います。よろしくお願いします。半年前に会われてるんですね。あのうちが今年1月にあの九州リーグ昇格戦がありまして、現学生に激を飛ばしに、わざわざ、2回もですね、練習参加を含めて、来てくれました。当時はですね、まだあのすごくあの幼い感じが、ありまして、ちょっとここにあの当時の、パンフレットがあるんですけど、これです。もう今見ると本当に華奢で、本当にサッカーできるのかなっていうような感じでした。まあ、とても周りに友達がたくさん、いましたし、サッカーに対して、ひたむきで、まあ、一番は素直だったっていうところが、今に至ってるんじゃないかなというふうに、感じてます。2年生に上がる前なんですけども、高木のお父さんがですね、亡くなられたんですけど、九州リーグ、開幕戦欠場だと思ってたんですけども、まあ、本人から連絡をいただいて、まあ、お父さんもあの絶対サッカー頑張れっていうふうに言ってるんで、開幕に、間に合うように、行きますのでという、返事をもらったっていうのが、まあ、すごく、印象に私は残ってます。そこまで、やっぱりサッカーにかけてるんだという強い思いは、非常に感じました。
体が一番大事なので、怪我をしないように、さらにピッチの上で、サポーターに、肩書きの、いいプレーをどん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 、発揮して、ジェフをしっかりと上に導いていってください。頑張ってください。ということで、九州総合スポーツカレッジの監督からでいただきましたけれども、熱いっすね。では最後にちょっと監督にこちらの監督にいやなんか逆に監督からこういう言葉を聞いたことないのであそっかそっかちょっとなんか恥ずかしいっすね。金本さんの口からこうやって聞くっていうのはなかなかない機会だったので、まあ、僕自身も、すごい心に響きましたし、まあ、もっともっとこうまだまだ活躍する姿っていうのを、先生や学校の皆さんに届けれるように、頑張っていきたいと思います。まあ、また、学校に遊びに行った時にはよろしくお願いします。番組の最後はサポーターさんの応援メッセージを集めました。福ありから愛を込めてのコーナーでお別れです。それではまた次回もお楽しみに。子供が見に行きたいって言ってで初めて行った時自分たちもハマっちゃったって感じで。え、一番好きな選手は誰だろう。僕は五谷選手です。五谷選手まだ1点しか決めてないけどこれから決めてほしいなって思って。五谷選手これからも得点取ってください。ルアニカ選手も頑張ってください。せーの、ウィンバイオール。どちらからいらっしゃったか少し教えていただけますか。名古屋から。名古屋から新井選手と田口選手を応援してて、もともと名古屋にいた時にで千葉に2人とも来たので2人で応援に来てます。新井選手の魅力は、まあ、ちょっと今年はまだゴール取れてないんですけど、まあ、ゴール前の駆け上がりとかその得点力もそうですし、個人的なんですけど笑い方がすごく独特で好きです。笑い方、笑い方。ファンのサポーターの人とかに結構優しいっていうか、なんかファンサとかでも優しく対応してくれるのか、そういうところかなとは思いますね。インバイオール。3世代の親子です。3世代の親子、はい、おばあちゃん、母、なるほど。でおばあちゃんオシムさんと会いました。あ、そうなんですか。お買い物の時に会いました。オシム監督どうでした。やっぱ大きかったね。大きいんだ。失礼ですけどお年はおいくつなんですか。85。え、84やけどもうゴムいいし、ゴムいい。そうだね。でもすごい。私は新井翔太選手が好きなので新井翔太選手のキャッチをもう一回見たい。おばちゃん、わからない。10番頑張れ。せーので頑張れ。